大野太一は日本の技術者、経営者である、トヨタ自動車工業の元副社長、日本自動車電動電動車。看板方式など生産管理のあり方として世界的に有名となったトヨタ生産方式及び名古屋高等工業学校機械科を卒業後、1932年トヨタ防止職に入社し、日米戦争中の1943年トヨタ。 自動車工業に転籍した。以後、同社機械工場長、取締役として、生産管理を研究、実行した。大野による、トヨタ生産方式の体系化の原点となった、大原則は、トヨタ自動車創業者である、豊田金一郎が提唱したジャストインタイムである。例えば、鉄道において列車は定時に、かつ定位置にぴったりと停車し、 発車することが大原則であるからそれはオンタイムの思想である。しかし乗車する者がいなくても運行する公共交通と異なり工業生産は需要に応じて生産し供給する必要がある。需要は絶えず変動するものであるから工業生産にオンタイムは不可能である。よって生産の無駄を減らしていくにはあらゆる局面において間に合わせるという思想が必要である。 豊田貴一郎はインタイムをさらに先日目、まさに間に合うことを実現するようトヨタの生産現場に命じた。その実現のために大野が展開していった実践論は、チャーリー・チャップリンの映画作品、モダン・タイムスにその象徴を見るような旧時代の近代的工業生産のイメージとは全く異なったものであった。その例は、などが挙げられる。スピーディー・スムーズ。 エクセレントといった観念にとらわれないための生産思想が大野によって体系化され、今日に至るまでトヨタグループの工業生産の生命線として実践され続けている。なお、大野の理念を実現した鈴村菊子などを忘れてはならない。彼らの貢献なくしてトヨタ生産方式はなかったと言っても過言ではない。また、 その生産思想のエッセンスを広く世に知らしめ、奨励するため、政府により自動車排気ガス規制の施行された1978年講述の著書を上司、出版した。1982年君三島曲日中受賞を受賞。トヨタ自動車の米国戦略ブランドであるレクサスの発展をお目にすることなく1990年、死去した。カテゴリー 日本の製造業カテゴリー日本の製造技術者大野対一ありがとうございます